6点を挙げる驚異的な追い上げを見せている横浜 DeNA ベイスターズ。得点差は3点でなおも2アウト満塁。ホームランが出ればサヨナラの大チャンスでバッターは佐野未来。DP おじいさんの佐野啓太さんは10年連続首位打者の伝説のバッター。スターライトで見事勝利で飾るか。スタジアム上空には勝利の瞬間を収めようと何台ものドローンカメラが浮いています。観客のボルテージも最高潮。興奮していない者は誰一人いません。何言ってんだよ。いるいる、一人ここにいるよ。退屈してるやつが。勝っても負けてもいいから早く終わってくんないかな。試合長いんだよ。スターナイトなんかなんだか知らないけど、休館になって得点入れ始めてさ、どうせいつもの追いつかない点なら敗北だろ。カメラ撮ってるこっちは暑いし腹減ったし、ドローンにも体力の限界がある。つまさあカウントは3ボール2ストライク。勝負を分ける次の1球を投げた。いたペンライトがグラウンドに投げ込まれてる。
実はこの年も3連敗してスターナイト6連敗マジで勝てねえ早いな。選手が決勝ホームランを見て、始まって以来の盛り上がりじゃったんじゃが、どうじゃ、楽しそうじゃろ。普通です。普通です。普通です。普通とは何だ。なんだか筒香選手のようじゃが、まあいいか。山崎投手がこの試合でなんと新人最多セーブ記録を作ったんだ。おお、チームも前半戦は首位だったもんね。最後は最下位だったけど。ていうか何で知りとるの。スターナイトは日本で勝ち越し、その勢いでチーム初のクライマックスシリーズに進出したんだ。へえ、多くの時代じゃ毎年クライマックス行ってるのに。それも初めの一歩があってこそじゃよ。無数の星屑が舞ったこの年、最後を締めたのはヤッシン・アッキー。そうじゃ、スターナイトでは見事成功を上げたが、この年は悔しい登板が多くての。でも男は黙って投げるだけだね。エスコバー、お主先からちょちょい。本当は苦しいんじゃないか。何も知らないよ。さあ次次。あ、ジャイアンツ戦。あ、トゥモローイズ。あなたがいいね。トゥモアだ、トゥモアだ。横浜の街のみんなが一つになったおかげで
スターナイトを開催することができた。その頑張りにわしは勇気をもらったのよ。みなぎってきたー。
明日も勝って3連勝じゃ。